こんにちは和楽堂の方々です今回はですね2024年9月の七世紀金星の方駅を先ほど立ててですねあのこういうイメージを出しておきました花風亭というイメージが出たんですけども旧世の月運に加えて駅の運勢背景もちょっと加えていただくときっと役に立つと思って新しいシリーズとして始めてみました。で出たかですけども花風亭という 手というね。あの三橋のお鍋だと思っていただいたらいいと思います。お料理をするのに非常に安定して機能する。そんなお鍋なんですね。で、どんな意味合いがあるかというとですね。まあ、煮炊きですよね。食材を煮炊きするように新しい料理。これはあのいろんな社会の姿とかですね。新しい制度とかそういうものをもうイメージしていますので。 よよよくよく考えると結構大きな話ですよね社会制度を新しくするようなことまで背景に含んでいるわけですからそれをを丁寧に作り上げるといいう姿を表していますで当然ねそういう時には偉い人たちの話とか教えとか言葉ですねあとは自分よりも上の人たちのこう教えとかですね、まあ、命令も入るでしょうけどもそういうことに従うことによって自分も生かされるし生きる行動ができるわけですね。 また大切に使われるふうにもなると思いますで、才能と知恵を使って身を立てて立,春立身出世する時でもあるんですねあの大きく制度が変わったりですね新しいスタイルが生まれてくるときに一生懸命関わって自分が積み重ねてきて学んできたこととか本当築き上げてきたものがありますよねそういうものを使ってそれに役立つ行動をするわけですから 当然どん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 自分自身もね立場が上になりやる内容ももともといいことをするようになるわけですからまさに立身出世の姿ですよねで。自立が求められる時でもある器量とか度量が求められる時でもあるとそういう,こう地味な積み重ね当然してくるから人間性が高まりいろんなことを覚えてくるわけですね。でそういうことが基準を招き寄せると。 で3つの足というのはみんなで協力する姿も表してるわけですからみんなで支え合うことによってもっと力を発揮するで手で作った料理料理というのはいろんなこう決まりとか社会の姿とかも表していますのでそれを神様にお供えしてからでみんなにそれを伝える施す時でもあるとそうすると今度はねそれぞれの場所に応じたいろんな人をこう 適材適所じゃないですけれども、置くことによってまた進化するわけですね。それのですね、そんなこう素晴らしい背景なんですけれども、地味な蓄積もあるんですけれども、そういういい背景を見せてくれるところの、この五番目の項、これがあの、まあ、6つ小さなストーリーがあるんですね。一二三四五六と小さなストーリーがあるんですけれども、五番,番目の項が動いたので、まあ、これ選ぶんですね。税蓄で何番目かというのを選ぶんですけども、そこの小さなストーリーが、 9月の背景になっているということが出てるんですけどもこの5番目がですね手の耳につるを差し込んで持ち運ぶとまあ熱いお鍋ですから持つ場所ないですよねあの耳をこうつけてちゃんと持てるようになってるんですねそこを持って料理を運ぶでみんなの話に耳を傾けながら料理を振る舞って 新しい時代のねこうリードする人とそれに関わる人たちが話し合ってどん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 一体となっていい運勢を引き寄せるというようなそんな背景を見せてくれるという結構いいイメージですよね。そういいうう背景を9月は抱えてるということこですね。そうすると今度はねそれが具体的にどんなふうな例えば仕事とかねあの金運とか恋愛運とか結構日常の中でどんなふうに現れてくるかということを ちょょっと今度は見てみましょう。仕事運ですね。新しいことを始めるのに非常に良好、新しい料理をぐつぐつつ作るような感覚ですね。でお鍋がありますからそこに煮込んで新しいことを始めるで新しい企画も積極的に進めましょうとただあのどうしてもねあの三本足じゃないですけどもみんなで支え合うということが必要になるのでそこはもう必須条件でしょうね不可欠ということですね。 で、仲間とか上司グループでの人間関係大切当然このみんなでさ支え合うわけですからそこは重要ですよねで。意見も尊重すると人間関係がうまくいけばもうほんと仕事はねうまくいったのも当然うまくいくはずですよね。転職とかですね企業なんかにもいい時期と特に共同でやるのにもいい時期になっているというふうに仕事運では出ていますね。 やっぱりあの三本足の支え合う関係でしょうね。1本では倒れてしまいますからね。2本ももうなかなか立たないですね。で、3本は安定して4本は不安定さも持つと。で、今度は金運ですね。やはり周りですね。友人との飲食を伴う交際とかですね。お祝いとかまあ、お金動きますよね。そういうところは頑張って。あのケチケチしないで出すと良好な金運を自分にももたらしてくれると。 でお金をです、ね、大事にしまっておくよりも人のために使う方が生きるよということの、まあ教えてくれてるんですよね、そこでね。で大きな買い物なんかをする場合もですね自分よりも自分だけで決めるんじゃなくて、目上の人とかお友達とかですねそういう,こう相談できる人と相談しながら行くとそちらの方がいい動きになりそうということですね。あとは恋愛ですね。でお一人の方、まあ、シングルの方ですね。 パーーティーとか合コン、積極的に参加してパートナーを探すということもいいいい出会いがありそうということとこですねであの。お付き合いが始まったとしてもですねいきなり個人と個人というよりもこの支え合う関係が前面に出てるイメージの中ですから、まあ、グループ交際じゃないですけども何人かでねお互いにこうグループを作りながら関わりを持つとですね、まあ、その中からいいストーリーが生まれてくる可能性が高いですよね。 うん、ただあれですね3本足ですから三角関係の暗示も持ってるんですねですからライバルが出てくるような可能性もあるのでちょっと油断ができないような状況もあるかもしれませんでもうペアになってる方カップルの方とかですね結婚されてる方もそうですけどもやっぱり協力し合う姿が、まあ、根底にあるということですね。でいい新しい生活設計とかね新しいストーリーが見えてきそう。 で生活環境の変化もありえますのでその辺もイメージしておくと結局協力が意外と大事ということですね支え合うということ夫婦の場合はですね親世代と子世代との世代間の格差から来るギャップですねそこからトラブルが起きるかもしれないとただ親子の場,場,合,というは場合はですね特殊な縁がありますので ちゃんと相手の人間性を尊重できるような関係を普段から築いておけば多少のギャップで大きな揉め事になったりはしませんのでまあ普段の環境をしっかり作っておくということでですあ多少のね行き違いというのはもう常につきまとうことですのでこれが大体あの駅から見たところの七接近性の方。 旧世紀学から見た時のね月運っていうのがどうなってるかっていうのをもう一,もう一回ちょっと復習ですけども月運はですね中宮に入ってるんですね七日近世の方ですから周り囲まれてる状況ということで周りの状況をしっかり注意して気をつけましょうということを多分言ったと思うんですけども悪いものとか変なものに触らない近づかないということですね結果としていいものに囲まれて良くなる可能性を秘めてると。 で元大きな背景になっている念は利休・旧子化星のいる非常に目立つ場所ですねエネルギーがあるのでまだまだやりやすい場所ではあるんですけどもいいことも悪いことも見えてしまうので少しその辺気をつけましょうということを言った場所なんですねそこに今日言ったですねみんなで支え合って新しいもの新しいものが生まれる新しいスタイルが生まれるような可能性を秘めている。 で支え合うことによってとてもいい姿が見えているというそんなふうな月運駅の月運の背景が見えてきていますのでご自分の生活の背景とかですねご自分の暮らしの中にうまく取り込んで少しでもねお役に立てるようなあの、まあ、話になればいいんですよね。ちょっとしたアイデアちょっとした知恵なんですけどももうご自分の生活の中で勢いをつけたりちょっと一時立ち止まって反省の起点になったりですね ちょっとしたきっかけを作ってくれることで大きく変わるわけですから情報がねたくさんあった方が参考例も増えるわけですからうまく使っていたこれからもですねこの「駅のシリーズは」は旧石器学の、ね、運勢の上にちょこっとだけスパイスのようにですねあのヒントを与えてくれる可能性があるのでうまく取り込みながら皆さんにも利用していただける情報を作っていきたいと思っていますので。 まだあの初めて今回あの間がないんですね。七絶品制で7回目ということは？ まだまだ始めた本当に新しい企画になりますので少しドタバタしてると思いますけれどもぜひこれからもしばらくお付き合いをいただいてですね有効利用していただきたいと思います今日も最後まで本当にご視聴いただいてありがとうございました動画がいいなと思ったらですねチャンネル登録をしていただいたりでコメント欄に疑問に思ったこと聞いてみたいななんて思ったことがあったらお尋ねいただければですね小さなコミュニケーションになるんですけれども私も一生懸命お答えしてやり取りがうまく生まれるようにしていきたいと思いますぜひ その辺も利用していただくようにお願いしたいと思います今日も最後まで本当失礼ありがとうございました失礼いたします